久保さん。久保哲郎の YouTube チャンネルアカウント版とかにしてきましょうか <laughs>。なかなかファンキーなタイトルとファンキーなカスタムサムネイルですね。僕はね、多分ね、こっち系はちょっと怖くてできないですね <laughs>。まあまあ、あの、タイトル釣りだと思いますし、カスタムサムネイルとタイトル釣りだとは思うんですけど、僕はちょっとできないですね、こっち系はやっぱ。ちょっとやっぱ、 前ね、僕ね、久保さんにちょっとシェアしておきますけども、限定動画で、これ僕びっくりしたんですけど、マジでと思って、限定動画ですよ。限定動画で、お客さんがアダルトアフリエイトやってたんですよ。で、アダルトアフリエイトのちょっと解説をしてて、ちょっとその、なんですか、まあ、DVD、そ、ん、まあ、DVD か、うんなんかその、ちょっと、そのサイトの、な画像ですよね。ちょっとだけ映ったんですけど、それが警告きましたからね。限定動画で。マジでみたいな。 限定で一応そ、ちょっと映ったぐらいなんですよね。なんだけど、傾向が来まして、マジかー、限定でこれだけで傾向来るのかー、みたいなね。<laughs> そう。はい。いってらっしゃい。